皆さんこんにちは、はるです。この動画ではダヴィンチリズルブで編集して完成した動画を直接 YouTube に書き出してアップロードするというとっても便利な機能について紹介します。この方法を使うと毎回動画を書き出して自分でファイルアプリから完成した動画を YouTube にアップロードするという手間がなくなるので、とても時間短縮につながると思います。ぜひ使ってみましょう。それでは早速解説します。右上の書き出しというところをタップしてください。そうするとこのような画面になると思います。そして、YouTube のアイコンをタップしてください。するとサインインして YouTube に公開という表記がここにあると思います。サインインをタップしてください。そして、この動画をアップロードしたい YouTube チャンネルのアカウントでサインインしましょう。で、チャンネルを選びます。で、許可をタップするとこのように YouTube チャンネルをダヴィンチリズルブに紐付けることができました。そうすると直接アップロードという表記が出ました。これにチェックを入れます。チェックを入れるとこのように非公開、公開、限定公開の3つのうちから選択することができます。今回は非公開にしたいと思います。非公開で、YouTube 側にアップロードして最終 YouTube の方で完成した動画を確認して、特に、訂正などがなければそのまま公開をします。そして動画のジャンルを決めます。で、タイトルと概要欄を決めたら書き出しをタップします。で、保存をタップすると書き出しが開始され、YouTube にアップロードが行われます。実際に YouTube スタジオで見てみましょう。コンテンツのところを見ると、このようにさっきダヴィンチリズルブで書き出した動画が、そのまま直接 YouTube にアップロードがされています。実際に見てみましょう。このようにきちんと YouTube 側に動画がアップロードされているのを確認することができました。はい、ということでダヴィンチリズルブから書き出した動画をそのまま YouTube にアップロードするという方法を今回は紹介しました。僕は実際もうこの機能をいつも使っています。本当に時間短縮につながるのでとてもおすすめです。ぜひ使ってみてください。ということで最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた。